鬼とならねば切れぬ試合。検定よ、おいの小さな覚悟を受け止めてもらうね。島津殿、ご検証何よりです。私に用が終わりと聞き及びましたが。軍神殿、すまんねえ。この果たし乗馬おまはんの主検定、足利に渡してくれんね。始末殿、ここまでしてあなたは。そうよ、おいの決めた道に避けては通れぬ男。それが暗号方よ。行くぞ。来ましたね。しかし、すでにこの地は毘沙門天の手の上。上杉全軍、包み込みなさい。どうした軍神殿、早うその踏み場検定に届けてくんしゃい。私とて今は足利配下の仕事、ミスミス通すわけにはいきません。私の目から眺め立ち合った末に倒れる始末です。それほどまでに決定は強かね。ならおまはんとし合って腕ば磨くしかなかね。あなたはここを素通りすることもできたはず。はじめから私との立ち合いが望みです。さすが軍神殿、全てお見通しね。お前の戦ぶり見届けました。慣れる限り私の世界もまた終わらない。鬼か人かどちらでも変わらぬ。人たちたりとも受ければ死ぬぞ。皆の者、砲塔となる。霧に紛れる影として敵を惑わせるのです。もろか、ぬるか。そん程度の腕ならばあってもなくても同じじゃろ。おいが切りまくど。の疲れを衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。危ういと思ったらいつでも呼べ。いいだ、乱戦こそが戦の花ってやったろ。
方にします。剣心様に近づくな。忍び、今日はおまはんと遊んでる暇はなか。鬼の散歩の邪魔すっと頭からかち割るぞ。あの方のお心打ちが私などにわかるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。美しき剣よ、下がりなさい。かの者はもはやかつての島津殿ではありません。だからこそあなた様に近づけるわけにはいきません。軍神の剣は膝をつかない。無人の心のままに戦いなさい。かしこまり候。鬼始末、剣心様はお前のことを。さすがおまはんの剣、そう簡単には折れんね。始末だ、あなたが私を呼んだそのまことの狙い。三人が押されております。隊長よ、援護を。あなたの心を閉ざす氷、その奥に眠る温かな目だ。よく聞こえん。寝言はよか。剣馬取って語ってくれんね。破れし者、安らかに。拙者が競ったとして何語を申し答えられることか。シジマを裂きますか。騒がしきこと。カリン、真の次元はこんなもんじゃなか。食い酒じゃ、切った数だけ煽るとすっかね。ヨシヒロ様の剣撃に巻き込まれないようにしないと。このハンマー魂、この老いに見せてみ。そのようなお呼び越しで戦は止まらぬ。
未だ揺らぐことはない。シャモンを揺り起こす覚悟はありますね。待ったね。布と薬がいくらあっても足りゃしねえ。最後に主が増されば、それで我らの勝利を。水面の月を崩さぬよう進むのです。足利軍隊と呼んでくれるな。我ら異例なる上杉軍ぞ。幾幕かの疲労は与えた。拙者はここまで。焦げな奴ら、いくら切っても真の次元は見えん。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。セイランよ、うなるか。おいもよ、この日の元に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。鬼の始末、いてし刃場に刈り取られ。軍神団、その凍りついた容赦の中立つ、まさに本気の猛吹雪。追い込んでも出るのは血だけとは情けなさと感じます。その心に宿る雪解けの温か